ちょっとぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきますぞ。前回は激戦を制して降下と再走を攻略したところまで。南から攻めているのもありますが、ヒゲがどんどん削られていますな。どんどん抜いていってやるけどな。驚きなのは炎炭の勢いですな。ヘタレだった炎章と違って、光陵と樹春を攻略したのはでかい。このままヒゲを長江以南に追いやるかどうかが気になりますな。その前に我が軍が攻めるけどな。あ、そうなりますか。南から行く方針に変更はない。ということはまだ当分安泰ですな。お前は炎炭軍に滅ぼされてろ。なんとか耐え抜いてみせますぞ。ちなみに炎炭軍は少し武将が減りましたかな。それでもヒゲを圧倒してるのがすごい。武将が増えた時どうなるかが怖いですな。あとは軍団間で行き来がないとかそういう問題でうまく戦えてなかったのもあるのかもな。軍団を増やすのは良し悪しということですな。むしろ悪い気がする。一度編成したらそれっきりという感じもありますからな。でかい勢力が力を発揮できない理由でもあるのかも。わしはまだ頑張っていますぞ。吹けば飛びそうだけど。三越を恐れて周辺の歩を取ってない感じですな。慶応が攻められてた。いつの間にというところで。まあ、落とされる心配は全くないんだけど。でしょうな。我が軍は受信を求めますぞ。まあ、無理だろうけど。そういえば、深夜を攻略した以降何もできてない気が。そうだな、有料から深夜攻略してたな。遠い昔すぎて忘れましたぞ。見てないけど慶応に攻めてきてたヒゲどもは帰った。慶応に誰もいなかったから攻めてきただけですからな。カジノ泥棒みたいなことができると思うなよ。情報が押してる。そうでもないですな。面白みもなく炎炭軍の受難攻めは終わった。ここでヒゲが動きましたか。光陵奪還か。樹春が先な気もしますが。ここでまた花公園の息子シリーズが。どんどん増える花公一族ですな。総一族も負けてない。ダメな連中ばかりですが。後期武将で文武両道はなかなかな。総人。これはまずいですぞ。急いで官僚を見つけねば。少しでも寿命延長しないと厳しいですからな。今総人にお亡くなりになられるとかなり厳しいし。まさかの1ヶ月後ですと。体調回復してたから大丈夫かと思ってたら。くだろも間に合わずですな。これは厳しい展開になってきた。今度は古老館に攻めてくるか。その方が守りやすいというのはありますな。確かにな。弓打ってる簡単なお仕事で終わるし。ただ、守っているのが葬儀というのが。武将がいなかったからな。まあ、応援あればなんとかなるでしょう。加工賞を動員したら。速攻で突き破りましたな。そこあたりはヘタレか。南では長領組と総比組合同で何回攻めをしてる。攻撃を空にしてきたのでどんどん部隊を出してしますな。全部撃破すれば何回攻略も楽になるはず。長江付近では曹操様たちが露光へ向けて出陣済み。ヒゲ殿の断末魔が聞こえますな。やるとしましょう。せいぜい頑張れと言いたい。早く殲滅しろよ。攻撃の朗々は万全ですが慶応がいまいちですからな。攻撃鋭が控えてるから買えばいいけどさ。ここで巨巨が仕事をしますか。巨巨とかの寿命もヤバそうな気が。三人ともそろそろでしょうな。早めにいろいろ終わらせないとな。いくらでも相手になるぞ。いいぞ、相手をしてやろう。当然の一撃。巨巨なら当然ですな。これで何回攻めはかなり楽になるかな。あとは移動が問題ですな。それは常にな。諸葛閣を撃破して南にかかりっきりになってたら、いつの間にか露光攻めの準備が整っていましたぞ。移動が長いからな。準備もなかなかに手間ですしな。始めてしまえば一瞬だけどな。ヒゲは捕虜返せと来るけど、返してほしいなら年の一つでもよこせというところですな。でだーだっと軍が巨匠を攻めているわけで少し厳しいですぞ。一応歩を占領して支援してたりするんだけど、早急が怪我してる。水耕で走っていただきありがたい限りで。それもお前らが耐えてる間だけだけど。前線は4点以下なのでなんとかなりそうな予感はしていますぞ。南側の歩を占領できてたらよかったけど、邪魔されたからな。まあ、攻略しても検定は廃位させないだろうからどうでもいいんだけど。公園から逃げられると思うな。いい連携で。ヒゲは迎撃できるか。やろうと思えばできるのに歩を全部占領しちゃったし。と思ってたら今度は長領。
ありませんな。長領ならな。超分煙押してまいる。いきなりなのになかなか一気落ちませんでしたね。慎重なのは評価する。むやみやたらとされるよりはですな。それな、撃ち合うけど、これで終わりませんな。なんだかんだでノーダメージ。あれほどやり合いノーダメージはレアですな。なんだかんだで食らうからな。さらに捕まえた。数兵獲得ですな。南西部には補給ないから助かる。早々の戦というものを見せてやる。連携なしか。寂しそうな曹操殿ですな。寂しくても今のギブの強で終わりなんだけど。第二形態まで行ってしまったか。徴兵はあとわずかですぞ。徴兵全部倒して勝利。相変わらず眼光の天下ですな。恐ろしいくらいにな。ヒゲを捕まえた。少しでも剃ってやりたいですな。紫色だから緊張されるかも。腕の材料に少しいただきたいですな。捕虜はどんどん増えているけど。いませんな。知ってたけど。ちなみにダット軍は逃げ出した。後ろを向いて前進と言ってほしいですぞ。あと少し粘ってたら勝機はあったのに。あと20日待てば巨匠への支援は消えていましたな。後続でなかった時点でダメだったかもな。どうした。炎炭軍が受信方面から来てるな。消息が討ち死に。関東から生き延びて十数年こんなところで果てるとは。かわいそうにな。さらに討ち取りだから負傷兵いないし。残念ですぞ。そういえばヒゲが紅葉を攻略してた。ここに来て動きがありますな。なんでかな。片方は勢力的伸び、片方は縮小傾向にあるというのに。なんだと。まさかの総将殿まで。戦士じゃなくて病死扱いだからか。これは悲しい最後で。悲しみを乗り越えて長江を渡る。父として進みませんが。南海では山に、兼用では大河に邪魔されてる。水分強化など望めるメンツではありませんしな。もう将も無理だからな。兼用に兵がいなくてよかったですな。いたら迎撃されてたからな。花公園もやばかった。これでどれほど寿命が伸びるのか。10年伸びたらなんとかなるけどな。任せな。ここで再装を手薄にしたら、建安から出陣してくださった。南海攻めはもうじき始まるということは、建安攻略がかなり楽になるはず。これはありがたいですな。素早く兵糧を確保できるかどうかだな。じゃあさっさと攻略して建安を目指さねば。損害はそこまででもないですな。負は3つあるうちの2つは占領したからな。できる限り損害を受けないようにという涙ぐましい努力ですな。で、前回工場占領の戦法がなかったから、3人に停車を覚えさせた。混乱の方が効果ありそうですが。その通りだな。長領は混乱にしようかな。損害を抑えるには混乱ですぞ。間違いない。さあ、どんどん撃ちまくれ。いい連携ですな。満潮と受講は仲良しだから連携したんだな。攻略がはかどりますな。あと少しだから頑張れ。第二形態だけど、徴兵の残りがあと少し。終わりましたな。この5人組でもなんとかなるな。五郎間の防衛がなければ下交渉を混ぜてもいいかもですな。なければな。天竺に行く余裕はないな。今数百日も空けてられる人材がいませんからな。信用できる連中がいないから仕方ないんだけど、後期の孫悟の方々も出てきてるな。時間がかなり経っているのがわかりますな。負傷兵をくれた長男さんは少しだけいい牢屋に入れてあげよう。牢屋なのは変わりありませんが、いいとこまで行くんだけど爪が甘いんだよな。撤収ですぞ。情報は補給線切れちゃってるし、ひどい目に遭ってますな。今回の締め、兼用を攻略するか。停車は相変わらず痛いですな。今ので4000近くやられたと思うとな。さすがに次の停車までには落とせないか。3人まではよく行きますな。総人もどきの観光がいるから4人が限界なんだけど、しれっと混ざっていたのですな。加工トンとは仲良しだからいいかなと。停車を2度も食らったから、食らいたくはないですがさすがに無理そうですぞ。第
第2形態、傭兵の殲滅がはかどればいいけど。たまりますな。その前に殲滅は、いけましたな。無駄に兵を失わずに済んだ。というか、さっさと攻略しすぎな気もしますが。歯ごたえは全くないな。ヒゲ殿にも困ったもので。今回は逃げたか。一応兼領にいましたからな。配下を置いて逃げたってことだな。なんと情けない。というわけで、ヒゲ軍をいい感じに追い込んだところで今回はここまで。次も見てほしいですぞ。